マンチ広場の時間です。今日のトピックはこちら、経営力アップの道しるべ。経営革新計画で会社の着実な成長を実現しませんか。というわけで宜野湾市のハッピーモア市場とつながっています。沖縄県産業振興公社の宮城さんにその取り組みについて教えていただきます。宮城さん、よろしくお願いします。ゆきさん、よろしくお願いします。まず中小企業の多くは会社をより成長させるために会社の持つ強みをもっと活かしたい、新商品で売上を伸ばしたいと考えていらっしゃいます。その経営計画を一緒に考え着実に実行する手段として県が推進する経営革新計画があります。そうした企業からの相談はどれぐらいありますか。はい、年間でおよそ60社の相談がありまして、こちらのお店を運営する有限会社ハッピーモアさんもそのうちの一社です。日頃は農家さんから直接届けられた野菜や果物を販売していますが、もっと外に向けて事業を展開させたいという思いから相談に来られました。ハッピーモアさんの事例に合わせて経営革新計画について説明しますと、まず対象となるのは1期以上の決算書がある中小企業、組合、個人事業者です。その皆さんの会社の強みやアイデアから生まれた新しい商品やサービスを軸に、消費者ニーズや販売経路、そして計画終了時までの売上や利益などを明確にして経営計画を作ります。ハッピーモアさんの場合、野菜と自社製品のスムージーを宅配サービス事業によって幅広く展開させる計画を立てました。次に評価委員会においてその計画が認められ県からの商品を受けますと、いよいよ実行に移ります。ハッピーモアさんの場合、まずスムージーと野菜の宅配についてテスト販売を進めながら段階的に取り組んでいるところです。このように計画を実行していきながら何度も見直しを重ね改善を行い、次のステップへとよりよくつなげていきます。産業振興公社の担当者から直接アドバイスをもらい、事業や数字の見直しができたことで業績も上がっています。第三者の目で評価してもらえるので、私たちも客観的に経営を見ることができるようになりました。経営革新計画の承認企業ということで、今まで取引のなかったところから問い合わせが来るようになりましたし、他にも県主催イベントの情報ももらえるようになり、人脈もビジネスチャンスも広がりました。いろんなメリットも生まれるんですね。これら一連の情報提供やサポートは全て無料で行っております。補助金や助成金などの情報提供、低利融資など様々な支援策を活用するチャンスもあります。わかりました。詳しい内容が知りたい方、まずはご覧の窓口まで気軽にお問い合わせください。続いて県からのお知らせです。県では公共事業評価監視委員会にて意見を述べていただける委員を募集しています。詳しくはご覧のところまで。県では新たに成人となった20歳の若者を中心に広く県民の皆様に献血のご協力をいただくため、20歳の献血キャンペーンを実施しています。詳しくはご覧のところまで。県内の各税務署では2月16日金曜日から3月15日木曜日にかけて申告相談会場を設置し、申告に関する相談および申告書の受付を行います。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。うまんち広場はインターネットでもご覧いただけます。ぜひチェックしてくださいね。それでは来週もお会いしましょう。一平二平デイビルー。